このグローブボックスの中の植毛がなかったり、 LED のルームランプがなかったり、あとね、これドアカーテシーランプって、この辺り上級グレードはランプがつくんですよ。穴は開いてるんですけど、これですね、これランプはつかない。こちら直用、これほら、フロントのフレームが左右見えるというね。でしかもこうパワーステのそのラックのところまで見えて、これパワーステが二軸だっていうのも分かりますね。ほら、ここステアリングシャフト来てるじゃないですか。ここ来てるんですけど、これパワーアシスト用の二軸式のステアリングシステム。2駆と4駆の違いはバックフォークで、あ、これですね、これ。皆さんこんにちは、コージー TV。 長らくやってきた CX50 同士の対決もついに最終章。それはね、 25S 対 25S、 これ 25S の FR と 25S の4駆です。これですね、もう去年の5月からこの CX60 のプロトタイプからやってきて、1年間経って最後のガソリンの 2.5 リッタルの巣の対決なんですけども、まあ、ちょっと残念なのがね、両方ともね、一番最低限の S パッケージ同士で、こちらベーシックモデルだと、こちらの肉の FR の方がなんと299万2000円、さらに4駆の方だと321万円ぐらい、つまり20万円ぐらい差なんですけども、ただしね、フル装備になっていて、オプションパッケージが5個ぐらいついていて、全部両方ともね、55万円高で、こちら350万円台、こちら370万円台の対決なんですけれども、これ何よりもね、最初のうちは CX60 ガソリンモデルって、正直その300万以下っていうことをアピールするためのあんまり売れないモデルだと思ってたんですけれども、ただしですね、最近のその足が硬い問題から、実はこのモデルが一番ですね、安定して乗り心地が良く、しかも前後重量配分もいいんじゃないかと。要するにね、この 25S ガソリンモデルだけがリアスタビライザーなしで、しかもピロボール1個外しっていうのが全グレード行われているモデルなんです。つまり2駆も4駆もピロボール1個外しのリアスタビなしなんで、どっちも乗り心地がいいはずで、最初にですね、いきなり素性チェックをやっちゃいますと、おきて破りの車検証チェックなんですけども、こちらが4駆、こちらが FRなんですけども、フロントから見ると FR の方が890キロで、こちらが920キロで30キロ重い、でリアが790キロで800キロで10キロ重い、つまり30キロこちらの方がフロントが軽くて10キロ軽い、つまりね、これ前後差で言うと、こちらの FR がね、前後差が100キロ、それに対して四駆の方が前後差が120キロなんで、やはり前後重量配分はね、 FR の方がいいんですよ。つまり全体の車重でもこちら FR の方が 1.6 トン台と軽い上に、前後重量配分もイーブンに近い。やっぱりね、 FR のガソリンモデルが一番ロードスターでいう 990S、 つまりパワーは薄いけれども全体的に軽くて、前後重量配分もイーブンに近いという理想的な車である、理想的な CX60 である可能性がちょっと高まってきました。この 25S の肉四駆なんですけども、装備残念なことに巣のモデルではなくて、オプションがね、フル地デジ系セーフティーパッケージ、シースルーパッケージ、ドライバーエマージェンシー、ドライビングポジションサポート、パワーリフトゲート、ボーズまでついちゃって、7個もオプションがついちゃって55万円。それに対してこっちも7個ついちゃって、まあ、巣の味がね、残念ながら完璧には楽しめないんですけれども。でなわけで、気になる 25S の S パッケージ、最もスカスカなモデルで、これまあオプションついちゃってはいるんですけども、やっぱりね、どれくらい走り以上に見た目がしょぼくないかっていうところなんですけども、これね、安心したのが、これオプションついててもついてなくても一緒なんですけども、このピアノブラックの縦格子のグリルと、このクロームメッキのシグネチャーウィングはね、基本的には全部 S パッケージもついてます。ただしこのね、 DRL、 つまりデイライトランニングライトが、これね、オプションだとついてないはずなのが、これついちゃってて、でこの LED ライト、これもね、マトリックスヘッドライトはでも標準なんです。ただしこの中のね、 LED のシグネチャーのところね、ブラックメタリックのところがね、これおそらくオプションでついちゃって、ただしこれはなくてもいいような気がします。ただしね、この下のクラッティングはやっぱり 25S の S パッケージだけに、本当にね、シンプルで、ここはただし穴開いてますよね。でこのクラッティングもやっぱり在着で、ボディ同色とか、あとね、塗装も入ってない。でさらにこのシグネチャー、サイドシグネチャーも、これ
まあクロス D の S パッケージとか L パッケージもだいたいこんな感じだったんで、この辺はまあしょぼいはしょぼいんですけど、 S パッケージでもね、これドアボディ同色は基本だし、でここがねやっぱり、ね、一番違うんですよ。サイドのウィンドウのクラッティングとかピラー周りが、ここがねいわゆる塗装なし、リアもそう、ここは全車そうなんですけども、上のグレードはねあちらに貼りますけど、ここにちょっとねピアノブラック系の塗装が入ってます。あと 25S、 これね18インチのグレーのホイール、ちょっとね光加減にもよるんですけども、ちょっと紫っぽく見えてちょっとしょぼいっちゃしょぼい。あとタイヤの銘柄がね、こちらの18インチはアドバンなんですよね、横浜のアドバンで、リアもやっぱ塗装系は全く入ってない。この辺りはやっぱりちょっと寂しいっちゃ寂しいかな。で、あとね、2駆と4駆の違いはバックフォークで、あ、これですね、これが4駆はつくんだけれども、こちら2駆の方は、あ、やっぱりバックフォークがここにない。だけど 25S の S パッケージ、内装がしょぼいっちゃしょぼくて、このアッパー、ドアのアッパーがハード。あとここがです、ここですよ。一番これインパネのこちらにもつくんですけども、いわゆるね、在着のプラスチックの打ちっぱなしで、ただしこれね、安い中にもなんとかね、安っぽく見せないように、ここに模様、縦の模様が入ってます。ここもファブリックだし、まあ、ここ頑張って合皮使ってますが、ここのステッチ風なのは、これプレスですよね。で、なんといってもこのダッシュ周りですよね。このアッパーソフトは上と一緒ですね。この辺りはいいんだけど、ここが在着、つまり材料着色のラギットブラック、まあ、この辺り頑張ってはいるけども、まあ、しょぼさはちょっと否めない。で、あとやっぱりこの辺のパネルですよね。これ同じ 25S でも L パッケージとかさらにエクスクルーシブモードだと、これですね、メッシュメタルとかインレイメタルとか見えるんですよ。ただし細かいとこですけども、このカップホルダーに蓋がないんですね、 25S の S パッケージ。あともう一つはここのパドルシフトが実はついている 25S。 あとこれ S パッケージ電動チルトなし、手動のチルト&テレスコです。ここら辺の人口比較で頑張っている。そして何よりもシートですよね、フルファブリック。ただしこれはねセンターがねちょっと強い目のもので、ここはしっかりサポートできるようになっていて、あとここもダブルのステッチが入って、この辺頑張ってはいるけれども、正直シート表皮は S パッケージは L パッケージのような革でもなく、エクスクルーシブモードのようなナッパレザーでもなく、やっぱりそこはシンプルでしょぼい。ただし頑張ってるのはこれ3本スポークのステアリングは本革、この辺は一緒。ただしこのメーターはね、これ CX5 なんかと一緒、センターがここがデジタルなんですけど、こちらはアナログで、このセンターがね、これもともとは 10.25 インチなんですけども、これオプションでですね 12.3 インチになっていて、でかくなってるんですけど、まあ 10.25 インチでも小沢工事的にはそこまで悪くないんじゃないかとは思います。そしてあとエアコンなんですけども、これね 25S の S パッケージもね、ステアリングヒーターもシートヒーター前後もつかないんですよ。ただしこれちょっとオプションでステアリングヒーター、シートヒーター、左右がついちゃってます。ただね、25S はオプションでね、リアはつけられなかったはず。それからですね、電動系に関して言うと、やっぱりシート。これね、電動の助手席はもちろんですよ。フロントシートが、これ、ね、機械式だったはずなんですけど、これオプションで10ウェイのがついちゃってます。ただし、助手席側はフルマニュアルですよね。でさらに言うと、このグローブボックスの中の植毛がなかったり、 LED のルームランプがなかったり、あとねこれドアカーテシーランプって、この辺り上級グレードはランプがつくんですよ。穴は開いてるんですけど、これですね、これランプはつかない。で片やリアの方で言っても、この辺りハード素材、こちらもこちらもプラスチックの打ちっぱなし、ここら辺も、まあ、合皮で頑張っているんだけどステッチ、あとここら辺のメタリックの加色はつかない。でシートは当然のことながらファブリックで、何よりも重要な 25S の走りなんですけど、まずは FR の方から乗ってますが、まず結構ね驚いたのが出足がねいいですね。パッと踏んだ途端にグッと出る感じは思っていた以上にあって、これパワー的には 2.5 リットルの直四でノンターボで188馬力で、トルクが何よりも250ニュートンだけなんで、
クロス D の 3.3 リットルディーゼルに比べるとトルク半分なんですよ。ただ出足が思ったより良くて、やっぱステアリングはね一番軽いかな、今まで乗った CX60 の中で一番軽い。それでマツダのこの R&D から出て一番肝になるこのゴツゴツ道ですけど、これねやっぱりね軽い感じがすごいする。クロス D ももちろんしなやかで、こちらの 25S もしなやかなんだけど、何よりもね軽さがゆえにある種ショックの抑えに関してはクロス D ディーゼルの方がスノーディーゼルの方がより抑えられてた感じはあるかな。ちょっとね軽い分振動が響く感じがちょっと広まった。そういう意味では、ある種クロス D の方がいい部分があるような気がします、最初の印象で。一般道また走り出しますが、まあやっぱね伸びはクロス D 直六の方がいいかな。これね一つ残念なのが、基本的にはねこれ CX5 とかに使われてる 2.5 リットルと基本的な出場全く変わらないんですよ。排気量はもちろんそのボア&ストロークが、まあ、89×100 っていうところも一緒だし、圧縮比13っていうところも一緒だし、エンジン形式もアルファベットが1個違うだけで全く変わらなくて、スペックも CX5 の 25S の4駆モデルと全く一緒、188馬力の 250N っていうところは。ただね不思議なのはね、実はねこちらの方が CX60 の方が車重重くなってるんですよ。軽い一番軽い方でも1680キロ、 CX5 の1500キロに比べて90キロぐらい重いんだけど、こっちの方が実はね燃費がいいんですよ。 WLTC モードで 14.2 で、四駆の方が 13.1 かなだったと思うんですけれども、とにかくね燃費がまあ直六ディーゼルの方がパワーある上に燃費ももちろんいいんだけども、この同じ 2.5 リットルのガソリン直四で比べても実は CX5 よりボディ重いのにこっちのが燃費がいいと。でねこれ好みかな、やっぱりねしっとりした FR らしい切れ味っていう意味では小沢浩二的にはクロス D の方が好きです。もっとねちょっとね振動がボディが重い分抑えられてるし、で私のよくやる小安踏切チェックなんですけど、いわゆる足肩問題はいわゆる気になるガツンとこう鉄の振動が伝ってくるような感じは確かに 25S もない。ただ乗った感じのしっとり感とかはクロス D の方がいいな。あとねステアリングはちょっとね個人的にはちょっと軽すぎるかな、これ難しいな。乗り心地がちょっとこちらの慌てる感じ、バタつく感じが、ボディが軽い分バタつく感じがあるのと、あとステアリングのね切れ込んだ時の重みみたいなところもクロス D の方がフロントが重いせいかある。もちろんこちらの方がね軽い感じはするんですよ。ただこれもしややっぱりこれワインディングで生きるのかもしんないですね、この 25S の S パッケージ、しかも FR は。これ好みだな。でもう一回小安踏切テストいきますよ。まあそれなりに固めではありますけど、やっぱりね鉄が重なり合ってもう鉄の振動みたいな感じ、振動が伝わりすぎる感じはやっぱり薄れてる。ただしちょっと上屋が暴れるのと、振動がちょっとこっちの方がボディが軽い分残る感じ、あとノーズが、これは趣味だと思いますがちょっと軽すぎるかな。あと発進した時のギクシャク感はやはりマイルドハイブリッド付きに比べるとやっぱ唐突感があるかな。いわゆるクラッチがつながってカツンと出る感じとか、全体的にもちろんね勢いの良さみたいのは予想以上にあって、この 2.5 リットルのパワーが一番ちっちゃいパワートレインの割に出足の蹴っ飛ばされ感みたいのがあって、そこは悪くないんだけど、これはちょっとね四駆とどっちがいいか比べてみたいと思います。あと 25S だなと思うのは、この実はパドルシフト、マニュアルシフトがここについているのと、これはねオプションでも付けられなかったんですけど、いわゆる電動テレスコピックとチルトがマニュアルです。
このあたりがやっぱり 25S の S パッケージかなという感じで、片や 25S の四駆なんですけど、気になるのはこれエンジンね、このあたりから四駆になってんで、ドライブシャフトとかクラッチの音をね、結構6気筒の時は結構感じたんですけど、あんまり感じないな。これは工場の工作精度が良くなってきたのか、4気筒だからなのか、ちょっとエンジンがガソリンだからなのか、ちょっと分かんないですけど、あとねこれね、出足の感じ、唐突感ちょっとあるんだけど、やっぱね四駆はステアリングのこの切り込んだ感じが結構違う。やっぱねフリクションみたいなものを感じる。もっとね FR の方がスッと入るんですよ。そのあたり結構違うな。でガンと加速した感じも、蹴っ飛ばされ感みたいなとこはあんまり変わんないけど、こちらの方がやっぱりちょっと微妙ですけど、上屋が暴れる感が四駆の方が抑えられてる感じがある。それはまあフロントが30キロ重いからかもしれない。まあただ本当微妙なところではあります。どっちもね似てはいますよ。で肉と四駆ね、どっちも基本的には素性は変わらない、あんまり変わらないんで、けどね車重が40キロ重いのと、フロント周りにまあいろんなギアがついてるだけあって、こっちの方がねある意味落ち着いてはいる。パッと微妙にステアリングを切った時のその動き具合がこっちの方が抑制されてんのと、ちょっと上屋が安定してるかな。このあたりね、個人的には肉の 25S 乗った時にちょっと上屋が暴れる感じがあったんで、こっちの方がいい感じ。ただねこれステアリングが微妙に特性が変わりますね。切り込んだ感じがこっち意外パッと動くんだけど、その後でちょっと落ち着きが出るみたいな。これちょっとやっぱ肉と四駆って微妙に違いますね。これ結構難しい判断。味違うけどどっちがいいかなっていうのはちょっと悩む。で、あと一番気になっていたクロス D のハイブリッドで感じていた硬さ、足の硬さみたいのは当然のことながら、こちらピロボール外しとスタビ外しリアが行われているので、どっちも感じない。ただ個人的には乗り心地に関しては四駆の方が落ち着きがあっていいかなと。でちょっとね小安踏切テストいきます。いつもの小安踏切ですが、ハーシュは抑えられていて、この感じも個人的には一番いいのはクロス D の四駆じゃなくてクロス D の肉で、次にこの 25S の四駆が良くて、 25S の FR はちょっと振動が残る感じが個人的には感じます。だからねこの 25S 四駆は私的にはこの辺の程よいフリクション具合とかはいいかなと。ほんとね微妙に味が変わりますね。この 25S であり CX60 自体が設定、エンジンの素性、四駆、肉40、駆動の素性、あとサスペンションの素性によって微妙に味が変わる。だからみんな車そうなんですけど、それがすごく出る気がするな。で街中的には加速のそのエンジンのこのねっとりとした感じとかっていうのはやっぱ 25S 薄いんですけど、あと回せば回すほどパワーが出る感じっていうのが直力の方があるんですけど、ただパワー的には全く問題ない。 25S 全体的には内装がしょぼいこと以外は悪くないし、個人的には 25S の L パッケージかエクスクルーシブモードいいんじゃないですかね。でさらに小安踏切テスト2つ目、ハーシュ抑えられている、しかし、全体的にはやっぱり硬いんでそこそこ振動は残る、しかしやっぱり普通のやっぱクロスディハイブリッドでいいかな。てなわけで最終 CX60 の 25S テスト肉四駆なんですけど、これね思ったより四駆になったことによる駆動系の音がね意外と気にならない。これ原因がよくわからないです。工場での精度がこなれて良くなってきたのか、6気筒が4気筒になって静かになったのかわからない。それとね
基本的にはこの四駆の方が振動が全体的に抑えられてる感じもあるのと、唐突感も抑えられてる感じがあって、あのフロントの駆動によるそのフリクションが程よい感じになってる気がする。だから個人的には今街中では四駆の方が好印象です。で今高速入りましたが、基本的なエンジンスペックは当然のことながら一緒です。188馬力250ニュートンで、車重がこちらの方が40キロ重くなって、スパッケージだとですね1720キロ、まあだから40キロ重いんですけど、でねこれね今高速乗ってますけど、肉と四駆だったら私個人的にはクロス D の方だったら肉の方が好きだったんですよ。 FR の方が好きだったんですけど、 25S に関して言うと私は四駆の方が好きですね。これさっき言ったように全体の乗り心地がこっちの方が抑えられてる感じがするのと、振動の伝わり方もこちらの方が抑えられてる気がするのと、あとねステアリングの入りとかも結構自然です。でパワーはやっぱりねこの高速の伸びみたいな部分はクロス D の方が気持ちよくて、まあ、この辺りは 3.3 リットルの直六ディーゼルの魅力を感じるんですよ。まあ、絶対的なパワーもあちらが231馬力で500ニュートンだったと思うんですけど、特にトルクが500ニュートンあるんで、あとねこれね実はファイナルって言ってその最後がこちらね大体ね4ぐらいになってるんですよ。つまりねちょっとギア比を下げているので、よりエンジンが回る設定になってるんで、まあ、エンジンの音もよく聞こえるかなと。でその割にそこまで重厚感のあるサウンドではないので、まあエンジンサウンド的にも これはまあ個人の好みもあるんですけど、直六ディーゼルの方がまあ独特のミヨーンっていう感じがまあ嫌いではないので、私的には全体的にはクロス D がいいかなと思いますけど、で結構なハイスピードでコーナリングしますが、これねこれ四駆ね 25S 結構良くて、ノーズの入りはスッと軽いんだけど、それでいて FR よりこっちのがね切り込んだ後に安定する感じもあって、さっき言ったように乗り心地の良さと振動吸収性みたいなところもこちらの方が若干いいような気もするし、ステアリングのハンドリングのバランス、ノーズの入りとコーナリング中の安定性で言っても、この 25S の四駆は個人的には好感触でね、ノイズはやっぱりこちらのがファイナルがちょっと、低めなこともあってエンジンが回るんでよく音が聞こえるし、音はやっぱりこっちの方が若干不利かなと。ただエンジンの音の好みは、エンジンの音に関しては結構好みなんで、ディーゼルの方が私は好きだったりしますが、まあ、ガソリンのこの軽快な感じがいい人は直四の方がいい。だからまあ総合力、走りの良さとか燃費でいうとやっぱりまあクロス D の素のクロス D、 素のディーゼルがいいと思います。ただし価格的にディーゼルとガソリンで実質価格差が、装備がなかなか全く一緒ではない部分があるんですけれども、肉と、ディーゼルとガソリンで確か40万ぐらいだったかな、いろいろ考えるとこれね燃費がパワーがこれ188馬力で250ニュートンで、あちらディーゼルの素の方が231か500ニュートンでもうトルク倍なんですけど、燃費がねあちら 19.8 なんですよディーゼルが。でこちらガソリンの肉の方が 14.2 で、今乗ってる四駆の方が 13.1 だったと思うんで、結構燃費差があるんで、パワーもあって燃費もいいってことを考えるとちょっとは高いんですけど、やっぱりクロス D の巣が一番小沢浩二的にはいい気がする。それで 25S に関して言うと四駆の方が乗り心地とかハンドリングのバランスではいいのかなと。まあ燃費が1キロぐらい若干落ちるわけではありますが、今ね高速の安定感もこれいいですよ。いやーやっぱマツダ CX60 でもね本当深いですよね。ここまでエンジンとか駆動形式によって味が変わってくるっていうのはね本当に面白い車で、ただね内装は喋んなくていいですよ。内装はね
L パッケージかエクスクルーシブモード、個人的には L パッケージで十分だという気もしますけれども、価格差を考えるとエクスクルーシブモード 25S のエクスクルーシブモードで確かね2区で400万円いかなくて4区で400数万円だったと思うんで、結構リーズナブルだと思いますので、これは本当に悩ましい。ただし個人的に言わせていただくと、スノクロス D の FR1 番で、次はスノクロス D の4駆で、その次にスノ 25S、 スノって言うかスノガソリン 25S の4駆で、次に、スノガソリンの FR が来るっていう感じですかね、小沢個人の中の順位付けは。でグレード的には L パッケージで十分だと思うんですけども、余裕があればエクスクルーシブモードっていうのが私のガソリン系とディーゼル系のスノモデルの選びの基準だと思います。